八代市で1か所目となる災害公営住宅は坂本町の大篠地区に完成しました堤防から10メートルほどの高台に建てられたのは木造平屋建ての住宅2棟で 1LDK と 2DK の部屋が2個ずつ合わせて4個が作られました住宅の建設には地元八代さんの杉やヒノキが使われたということです ただ、このます。ます7月豪雨で甚大な被害が出た坂本町ではこの大篠地区を含め現時点で4つの地区に合わせて21戸の災害公営住宅の建設が計画されています。